皆さんこんにちは2022年週一完成合格フルコースの全貌というタイトルで15分ほどお話をさせていただきたいと思います担当はレクセンニーコースの友次ですどうぞよろしくお願いしますさあ、えー、それでは今回はですねこちら 画面の方にあります、週一完成合格フルコースというですね、こちらのコースの説明をさせていただきたいと思います。えー、こちらのコースなんですけども、えっ、ー、と、私、友津くの方がですね、えー、まずはあの、ウェブ DVD のおこちらのお期間講座の収録、それからですね、はい、新宿エルタワー本校の通学講座、こちらの方を担当しております。はい、えー、よろしくお願いいたします。ではですね、まあ、この週一完成合格フルコース、どういう ね、えー、コースなのか。こちらをですね、えー、ちょっとご説明させていただきたいと思いますが。まあ、まずはですね、普通に、こう、卓研合格しようというふうに思って、まあ、ゼロから始めていこう。もしくは、まあ、昨年ね、えー、1年間やってきたんだけども、まあ、ちょっとね、目標の点数に届かなくて、もう一度、ゼロからやり直してみよう。まあ、そういう方におすすめのコースということになってまいります。でですね、 まず最初にありますのが、こちらにあります、基礎力養成コンプリート合格講座というですね、こちらの講座で、まあ理解というふうに書いてありますけども、じゃあこのですね、えー、達試験の範囲はどういう範囲で、で、どういうふうに理解をしてどう覚えていけばいいのかというところを解説していく講座になります。でですね、まあレック、いろんな講座があります。例えば、 まあこのレックの期間講座として用意されておりますのがちょっと上のところにあります通りスーパー合格講座というのもまあ同じような種子の講座になっておりますじゃあこのスーパー合格講座ね他のいろんなコースのところで開講されているスーパー合格講座とまあ今回こちらの週1完成合格フルコースの基礎力養成コンプリート合格講座何が違うんですかって言いますともう最も違うのは回数です はいえー、こちらご覧ください基礎力養成コンプリート合格講座17回という風になっておりますつまり何かと言いますと、ね、通常のスーパー合格講座が34回なのに対してそう約半分インプットの時間が約半分になってるんですねもうこれはやはりでかいですでどういうふうなメリットがあるんですかって言いますと結構ですね これ、えー、やっぱり34回特にまあ、ねえー、ウェブとか DVD とかだとです、ねまあ、特に DVD だともうなんか2時間半の DVD がです、ね、34枚バーンと送られてくるとです、ね、もう本当にそれだけでえっ、ー、っていうふうになってしまう場合があるわけですよね。でそうすると やっぱりまあ何て言うんですかねそのインプットは多い方がいいっていうふうに思ってしまってでそれでまあなるべくねインプット多めにっていうふうにやってでそれでね途中で挫折をしてしまったって言ったらまああんまり意味がないってことになりますよねっていうところになります。それが半分の時間で終わるってなればまあ単純に考えればその、えーね、半分の時間で終わるわけですのでインプットの講座がね。えー、それだけ、まあ、アウトトプット つまり、問題演習に時間を使うことができるということなんです。でですね、これ、結構こういろんなところで私言うんですけども、あの、インプットの講義が全部終わってからが勝負の始まりなんです。これなんでかって言ったらば、まあ、全体像を見るっていうのって、まあ一番最初にやらなければいけないことなんですね。で、その全体像を見た後で、こう、知識をパッと入れていくと入れやすいんですよ。これあの、 イメージとしては、例えば皆さん学生時代にまあ、日本史とか世界史の勉強をした方はわかると思うんです。けれども、まあまずこう。古代のところから勉強してって、もう近現代のところまでやってって、もう一応ね。全時代触れました。っていうここからがスタートじゃないですか？なのでまあ、よくね。日本史世界史とかねえー、ま、受験で使う人も通信をなるべく早く終わらせてみたいなね。まあ、感じのところになるわけですよ。まあ、これは何でかっていうと、例えばそのね、えー、まあこれ。 昔のこう古代をやっていました、中世やっていましたって言って、ね、そのまま近現代に行く頃には、まあ、大体古代忘れてるんですよね。で、そうすると、こう、何度塗りもしなければいけないわけじゃないですか。で、その何度塗りもしなければいけない、この塗る回数がやっぱり全てなんですよね。この宅券試験においても、やっぱり同じで、権利関係があります、宅券業法があります、法令上の制限、税その他がありますっていうふうになっていくと、もう法令上の制限、税その他をやってる時でも、権利関係結構忘れてるんですよ。で、そうすると、 じゃあ前半終わってもう一度こうね全体を確認しようっていうこっちの演習に行くのがやっぱりどれだけ早くこうスピーディーに行けるのかっていうのはまあ特に短期間で合格をしたいというふうになってくると大きな 話になってくるわけななんですねなので例えば通学講座にしても、まあ、17回で終わっていきますと、えー、いうことになりますので半分の時間で、まあ、とりあえず全範囲を眺めることができるここはやはりでかいい、えーねえー、特徴になってくると思いますでそうするとやはりね皆さん心配になると思いますそれは何かというとですねいやだって半分の時間になるってことはこうねあれでしょう それだけ急いででししまうんでしょ。だったらちょっとね、えー、スピードが速いから、これ講義ついていけるかどうか不安だなというふうに思うかもしれませんが、そこは心配無用でございます。それは何かというとですね、こちら、基礎力要請コンプリート合格講座、何が特徴かというと、使うテキストです。使うテキストにも特徴があります。それは何かと言いますとですね、まあこちら、はい。 えー、ちょっと表紙だけ見ますと、2 0 2 0年1から身につく、たっ士合格の取説基本テキストというですね、まあ、こちらのテキストを使いながらやってまいります。で、このテキスト何が特徴なんですかっていうとですね、まず特徴の一つ目としましては、もう全部フルカラーで見やすいというところですね。 はい、でそしてそうまずこのテキストの中に、うん「必要最小限のものを詰め込んだ」と「合格にね、えー、必要な最小限のものを詰め込んでいますよ」ということになりますのでそうもう極力知識をブラッシュアップしてもう最低限これだけは覚えてねっていうところをもうピックアップして 作成したテキストで、こちら、まあまず、このテキスト自体も読みやすく書いてありますし、それをさらに噛み砕いて説明をしていくという、そういう,うスタンスの講座になっていきます。ですので、 まあこのね基礎力行政コンプリート合格講座まあ本当にまず使うテキストが、まあ、見やすいテキストであり、ね、復習もしやすいですよ。でそしてですねはい必要最小限のものが入っているということになりますのでまああのあまりあれこれとブレずにほんこに中心のラインだけをしっかりとマスターしていけるということになるわけなんですね。で考えてみれば今の達研試験 ちゃんと基本問題を取れれば合格できるんです。今のっていうか。まあ、昔からそうですけどもね。はい。 でこれあの卓球試験って、まあ、やっぱり合格率が15%前後の試験ですみたいなところが、まあ、やたら強調されるので,でそうするとやっぱりな受けても8割ぐらいの人はね、えー、ダメになってしまうその難関資格なんだだから、うん、ね他の人と同じ勉強していたらダメなんだみたいな感じで言われるんですけれどもそんなことなくて他の人がちゃんと落とさない問題をしっかりと取っていくこれが大事なんです。なんでかっていうと もう基本問題でみんなミスをしてるんですよ。でそれでケアレスミスとかですね、そういったものが積み重なっていって結局合格点にたどり着かないって方が多いんですね。でこれあのレックの毎年のデータでも出ておりまして、正解率50%以上の問題を一問も落とさなければ毎年合格者になれてるんですよ。 この事実がまずあるんですね。で、考えてみてください。正解率が50%の問題、つまりもう半分の人がね、正解できる問題が、そんなに難しい問題なはずがないですよね。とするならば、そう、基本をしっかりと押さえておけば合格できるということなんですね。で、まあ、実際ね、こちらの週1完成合格フルコース、えー、ね、昨年も一昨年もね、えー、 本当にゼロから始めましたという感じでね、一、えー、年間で間に合うかなって最初ね、えー、おっしゃってましたね。それでも実際高得点で合格するという方結構多いです。はい、ですのでね、えー、基本を固めていくそこに集中特化をしていくということです。えー、ただ単にね、えー、もう倍ね二、えー、分の一の時間しかないから倍速でガーッと喋りますよとかそういうことではなくて、そう少ないからこそちゃんと基本のところに絞り込んで、そして テキストとちゃんとリンクをさせてテキストを見ながら、えー、講義も聞きながらという形でもうしっかり学習できるという環境をこちら基礎力要請コンプリート合格講座では整えているという講座になっておりますはいそしてですねこの理解が終わると今度は演習のところに参りますとで実はこの演習のところにも特徴がありましてまずこの過去問セレクト300攻略講座というものがありますこれは何かというとですね 卓研士合格の取説の基本問題集というものがありますまあここにあるんですけれどもねはい、まあ、こういう基本問題集がありますでなんとこの基本問題集まあ大体ですね そのスクールの講座、えー、ね、まあ、インプットの講座を取りますと、まあ、たい過去問集って一緒についてくることが多いです。でも、大抵の場合はですね、その過去問集は、じゃあ、えー、今回の講義で扱った部分は問いのいくつからいくつまでなんで、じゃあ、ここご自身でやっといてくださいねっていうふうにしてしまうんですが、今回、こちらの週1完成合格フルコースではですね、こちらの基本問題集の問題、全部で300問入ってるというふうに言いましたが、その300問の 全問題の、はい、解説講義をつけました。す、は、べ、い、て300問全部解説をします。ですので、これ、同時並行で、えー、進めていきます。えー、何かと言いますと、この基礎力養成コンプリート合格講座を受けたらば、その範囲の過去問セレクト300攻略講座、つまりここは同時に受講できます。つまり、もう知識を学んだら、それをすぐに 過去問で確認できるはい、あこういう風に問われてるんだという風にですねそれがまずはできるということになりますで、インプットってあなるほどねっていう理解をしたっていうだけではなかなか厳しくてやっぱりちゃんと最低限のものは暗記しておかなければいけないんですけども暗記ってどうやるのかって話なんです実は暗記って問題を解きながらやるのが一番効率いいんです結構みんな誤解してるんですけどもいや問題を解くのはある程度覚えてからでしょうとかいう人がいるんですけども違います 問題を解きながら知識を覚えていくんですですのでこれは同時にやるメリットっていうのはかなりでかいですでしかもね全問題解説がついているというですねこれは結構至れり尽くせりな感じの、えー、講座になっておりますので、まあ、この同時並行でやってまいります。でちなみにまああの WebDVD のコースだとまあ基礎力養成コンプリート合格講座と学問セレクト300考例講座まあ一緒にね ご提供という形になります。えー、通学講座だとどうなるんですかというと、通学講座だと、こちら、基礎力養成コンプリート合格講座は生講義で行い、こっちらの過去問セレクト300講座に関しては、これは WebDVD オン、え、リーと、えー、いうことになります。ですので、こちらは、まあ、ここにも書いてあります通り、通信のみです。ですので、 まあ、通学に通ってくださるという方もですね通学で通ってくださるという方もですね、まあえー、通学の講義の方はこちら視聴力養成コンプリート合格講座で、えー、でじゃあ、えー、今週の範囲を、えー、ご自宅でこちらの、ねえー、通信の方で聞いておいてくださいねという形で、まあ、こうやって同時並行でやっていくという形になります。さあそしてこちらコンプリート合格講座学問セレクト300攻略講座並行して走らせていって先ほども言いました通おり、まあ、早めの時期に ワンクール勉強を終えていただくそうすると次はって言ったらば次はこちらになりますはい、えー、実践力養成パワーアップ演習講座というですね、えー、こちらになりますこれは何かというと、まあ、過去問セレクト300とは違う問題の問題演習の講座になっております、えー、ですので一、まあ、回こうワンクール勉強が終わったらね二塗り目ということになっていきます はい、でこちらの実践力養成パワーアップ合格講えパワーアップ演習講座こちらに関しましては、えー、通学の方は生講義もありますと、えー、生講義もある演習講座、まあ、通信の方はね、えー、こちらも、まあ、通信で、えー、ご提供という形になりますそしてはいもしもきちんと完備しておりますそしてですねこの週1完成合格フルコースの最大の特徴がこちら直前対策なんですはい え何が最大の特徴なんですかって言いますと、実はこちら直前対策ご覧ください。究極のポイント300、攻略講座、試験に出るところ大予想会とにかく6点アップ直前駆け込み講座というのがセットになっております。実は、この3点セット、そう、レックの通常の期間講座であります、例えばプレミアム合格フルコースというのがありますよね。このプレミアム合格フルコースのラストのところと、そう、 全く同じ講座なんです。つまり、レックの期間講座と同じ講座に最終的には合流をしていくということになるんですね。さあ考えてみてください。合流するということは何を意味しているのか。そうです。合流するということは合流できるだけの実力をつけておかないと合流できませんよね。当然のことながら。そうなんです。レックの期間講座で勉強した人たちと合流できるぐらいの 実力をつけていくっていうことなんですね。そう、わかりますね。えー、各駅停車でに行ってる人をね。快速電車で後ろからバーッとね。そして。駅で同時に到達する。そしてはい、最終的には宅建試験に合格するとこの流れとなっております。はい。 えー、ですので、まあ、この週一完成合格フルコース結構ですねどんな方に、えー、おすすめなのかというと、まあ、結構こうお忙しい方とかですね,ね、まあ、結構いらっしゃるのがん、まあ、やっぱり通学したいんだけども、えー、通学で来れるのは週に1回が限度なんだよなっていう方、えー、その方はですね、まあ、この週一完成合格フルコース、えーまあ、通学講座ですとですね 新宿エルタワー本校の方で行っております毎週木曜日の、えー、19時15分から21時45分までですね、えー。ですので、週に1回の通学で済むというところから、はいえーまあ、結構、こう、なんていうんですか、通学にしたいんだけども、なかなかその通学のスケジュールを確保するのが難しい、まあ、週に1回だったらなんとかっていう方に、まず、えー、ご利用いただくことが多いです。でそれから はいえー、もう一つはですね、まあ、WebDVD ね通学ではなくて WebDVD でやりたいんだけどもやっぱりまあ普段ね仕事しながら学校通いながら家事をやりながら育児しながら、えー、勉強時間確保するのがなかなか難しい最低限の時間しか確保できないそういう方がですねこちら週一完成合格フルコースの WebDVD コースで、えー、学んでいただいてるということが結構多いということになりますのでまあほんとにあの最初の最初ゼロのゼロでも ついていけるようにそして昨年勉強した、えー、ねそういう方でもきちんともう一度学び直しができるように、えー、そういう講座をご用意させていただきましたのでぜひご検討の方お願いいたしますということでございますはいそれではですね、えー、短い時間ではございましたが、まあ、週一完成合格フルコースの講座説明ですね、えー、週一完成合格フルコースの全貌というタイトルでお話をさせていただきました、えー、最後まで聞いてくださりありがとうございました それではですね次はこちら週一完成合格フルコースの正規講座の方の DVD もしくは生講義の方でお会いすることを楽しみにとしております。それでは皆さんどううもありがとうございました